池田直は日本のキャラクターデザイナーイラストレーター DNA 所属、伊手座大型神奈川県出身元々アニメーターを目指していたが大学生時代に姉からファイナルファンタジー V を勧められプレイした後ゲームってこんなにすごいんだ自分もこんな仕事をしてみたいと感化されゲームクリエイターの道を志願したという1998年に スクウェアに入社し、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナで初参加。聖剣伝説レジェンド・オブ・マナを手掛けたその後スクウェアの業績悪化のため一時的にチューンソフトに移籍した。2010年の10月にフリーランスとなり高橋和彦と共にレイブン・ラ・ストゥディオを設立。2015年現在は高橋と共に DNA に所属している。彼女の画風の特徴の一つとして、 聖剣伝説にキャラクターデザイナー亀岡慎一の色使いを彷彿させるような色使いが特徴である。キャラクターの設定校ではどうでも良いところに遊びを入れたり、ニキータの場合キャラクターになりきって解説するなどの遊び心を見せる。尊敬する人物は足田と美ありがとうございます。